土山駅は兵庫県加古郡張間町の沿えにある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は JRA77。JR 神戸線の愛称区間に含まれている。敷地の一部は明石二見町にまたがる。ホーム端式、島式の複合型2面3線のプラットホームを持つ中線対比構造の橋上駅になっている。ホームの東側は 赤石市の地域である。停車列車が主に使用する上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場である。2番乗り場は上下線共用の中線である。駅の北東には補線車両などの留置線が2線付設されている。かつては南側に別府鉄道のホームがあり、3面5線の広大な構内だった。また、 駅ホームの南側には貨物輸送のために留置線が2000設置されていたほか、山陽本線とも線路は直接つながっていた。直営駅。アーバンネットワークエリアに属しており、移行下及び定型 IC カード利用可能駅である。上表の路線名は旅客案内上の名称で表記している。2番乗り場は、平日に新快速、特急の通過待ちを行う列車が使用する。土曜。 休日は朝の下り一本が使用する。緊急時の折り返しにも対応しており、事故などでダイヤが乱れた場合、当駅で運転打ち切り及び、当駅姫路方面間で見合わせになることがある。平日に2番乗り場に停車する列車は、ドア横の開閉ボタンで開け閉めする。2.3番乗り場が、島式ホームとなっていることから、2番乗り場は3番、乗り場と一括で、 姫路方面のホームと案内されている。始発、終電付近を除き、1時間に4本以上が停車する。長時間帯は本数が多くなり、三の大阪方面で終点まで各駅に停車する普通電車の設定がある。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫検討継承によると、 2019年度の1日平均乗車人員は14,201人である。駅がある張間町、明石市のほか、隣接する加古川市、稲見町からの利用者も多い。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。駅前商店街通りと国道2号線の交差点付近に、明石市と加古川市と張間町の境界線が交わっている。駅の名前は、 加古川市の地名である土山だが、駅の住所は、針間町の添えである。ホームは、針間町と明石市に分割されている。駅前ロータリーージ期には、当チと舞鶴市を結ぶう鶴鉄道の構想があった。ありがとうございます。